サムキャセール、サムキャセール、サムカッセル、本名サミュエル・ジェームズ・カッセル、1969年11月18日隊は、アメリカ合衆国メリーランド州ボルティモア出身の元バスケットボール選手。NBA のヒューストンロケッツや、ミルウォーキーバックスなどで活躍した。身長191センチメートル、体重88キログラム、ヒューストンロケッツで2度。 ボストンセルティックスで一度 NBA ファイナル優を経験している。フロリダ州立大学時代はチャーリー・ウォードと先発の座を争う。1993年の NBA ドラフトで全体24番目でヒューストン・ドケッツから指名されて入団した。ルーキーシーズンはポイントガードのケニー・スミスの控えだったが、ニューヨーク・ニックスとの NBA ファイナルでは接戦と、 なったシリーズの要所で3ポイントシュートを成功させるとロケッツの NBA ファイナル制覇に貢献して入団1年目で、チャンピオンリングを手に入れた。続く94から95シーズンのロケッツに、連覇にも貢献した。ロケッツでの3年間、キャセールは貴重な機えのガードとしてプレイし、チームの勝利に貢献した。また、フリースロー成功率も高かった。 95から96シーズン終了後、チャールズ・バークレイとのトレードで、ロバート・オーリーラと共にフェニックス・サンズに移籍した。96から97シーズンには、サンズ、ダラス・マーベリックス、ニュージャージー・ネッツと3チームを渡り歩いた。マーベリックスとのトレードは、ジェイソン・キッドやマイケル・フィンリーナも絡んだものとなった。マーベリックスでは十六試合に出場したところで、ジミー・ジャクソンらと共に、 ネッツのショーン・ブラッド・リーラとのトレードで放出された。移籍した翌97から98シーズン、先発ポイントガードとなり、前年より、ネッツの成績を大幅に向上させて、プレーオフに導き周囲を驚かせた。98から99シーズン、キャセールは、怪我によりシーズンの大半を欠場。その間に、ミネソタティンバーウルブズが絡んだ三角トレードで、 ミルウォーキーバックスへ移籍した。99から00シーズン、怪我から復帰したキャセールは、バックスで素質を発揮。00から01シーズンには、グレンド・ビンソン、レイ・アレンらと共に、イースタンカンファレンスファイナルに進出だが、キャセール自身は、腰の負傷で途中リタイア。チームは、アレン・アイバーソン率いるフィラデルフィア・セブンティシクサーズの、 前に敗れて NBA ファイナル出場はならなかった。02から03シーズン終了後、トレードによりミネソタティンバーウルグズへ移籍した。03から04シーズンはケビン・ガーネットやラトレル・スプリーウェルと共にレギュラーシーズンで挙げ、ウェスタンカンファレンス第一シードとなり、カンファレンスファイナルまで進出した。しかし、黄金のカルテット、シャキール・オニール、コービー・ブライアントらと言われた。 ロサゼルスレイカーズに敗れ、優勝の夢は絶たれた。このシーズンには、初の NBA オールスターゲーム出場を果たした。04から05シーズン開幕当初、メンバーがほとんど変わらずにシーズンを迎えたウルブズは、オニールがレイカーズを去ったこともあり、ウエスト優勝の筆頭だった。しかし契約金の問題で、キャセールとスプリーウェルの不満が、チームのケミストリーを崩壊。 キャセールが休むことで逆に存在の大きさを知らせることになってしまい、チームはプレーオフ出場を逃す予想外の不審に終わった。シーズン終了後、ロサンゼルスクリッパーズへ移籍した、エルトンブランドやコーリー・マゲッティ、サクラメント・キングスから移籍したカティ・のモブリーラと共に、弱小球団クリッパーズに加入して、2005から06、シーズン、ウエスタン・カンファレンス6位で、 プレイオフにチームを導いた。プレイオフ1回戦で、デンバーナゲッツを4から1で破り、カンファレンスセミファイナルで、フェニックスサンズと第7戦までもつれるゲームを展開、惜しくも3から4でシーズンを終えた。さらなる飛躍が期待された2006から07シーズンは、チームは不振に終わり、2年連続のプレイオフ進出は、ならなかった。2008年3月に、 キャセールはチームからウェーバー工事で放出され、かねてから希望していた、ボストンセルティックス入りを果たした。セルティックスでは、若きポイントガードのレージョンロンドの指南役として、ベンチからチームを支えた。チームはファイナルに進出。キャセールは、ジェームス・ポージーと共に、貴重な優勝経験者として、出場時間は少なかったもののベテランらしい活躍で、優勝に貢献し、 自身3度目の優勝を果たした。2008から09シーズンはほとんど出番がなく、シーズン中盤にトレードでサクラメントキングスに放出され、さらにすぐにウェーバー方式で解雇され、現役を引退した。シーズン終了後、ワシントンウィザーズのアシスタントコーチに就任。指導者の道を歩み出した。2014年、ドックリバースに招かれ、 ロサンゼルスクリッパーズのアシスタントコーチとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。